洋服を買い始めたのが、高校生なんですけど、今のブランドとかを買うようになったのは20代の前半ぐらいで、すごい洋服好きな先輩がいて、その人の影響から買うようになりました。3年ぐらい建築士として仕事をしていたのもあって、建築家に触れることとかインテリアに触れることっていうのは自然と多かったので、昔から興味はありまして、基本的にデスク周りはいいもので整えたいなっていう考え方があって、事務所と自宅で空間をあえてガラッと変えてるんですけど、こっちはミッドセンチュリーの家具をこうメインに集めてるような形になります。父親にかなりこういい意味というか悪い意味というか、影響を受けていて、高島亮と申します。プラス81というメンズのセレクトショップをやっていて、インフルエンサーとしても活動しています。